はい、こんばんは、島津でございます。皆さん、テキサスチェンソー本日も撮っていくんですけど、今回はね、ジョニーについてなんですが、ジョニーね、前回の大型アップデで弱体化が入ったんですよ。どういった内容かというと、特殊能力の追跡ですかね、あれが弱体化して、しゃがんでる状態で移動したら追跡中でも足跡が残らないっていう風に調整されたんですよね。もともとね、ジョニーの追跡って上級者向けのまあスキルだったんですけど、それがね、弱くなったってことで人気が落ちましてね、まあ家族からはぶられるとかね、人権が剥奪されたっていう状況になってしまっていて、ジョニーが入ってきたら抜ける殺人鬼の人が多かったんですよ。うん。で、そう、ちょっとかわいそうな状況だったんですけど、今回ね、なんと、その能力が元に戻りました。昨日、入ったアップデートで。うん。なので、そうだね。弱体化してた頃に比べたらね、なんかすんなり受け入れてくれる人がね、増えてきたおかげで、まあ、今回、マッチすることができたんで、久しぶり、ジョニーを使って、ハンティングに行きたいと思います。それで今回ね、レザーフェイスがいないパーティーになってるんで、ジョニーをね、パワー型にしてきてます。だから血液の採取量が少ないんで、ここ、うん。初期1の、他のキラーが取りに来にくいとこのだけ、まあ、採取して、まあ、あとは仮に徹しようかなと思ってます。まあ、状況によってはね、おじいちゃんのレベル上げてほしいんだけど、誰も地位やんないって時は、まあ、自分が行こうかなとは思ってます。いや、これいいか。うん。今、ヒッチハイカー、ほら、あっちも採取してるから、多分こっちも来るから。自分は、うん。こんだけ渡して、あとは、上がってくるのを待つって感じですかね。それか、ちょっと入り口付近かな、地下の入り口付近をちょろっと探索するって感じにしましょうかね。今回レザーフェイスがいないから来たね。台座が破壊されてないんですよね。だから深追いはね、禁物かなって思ってる。あ、いたいた。ナイスナイス。ちょっと待って、閉めて。これはもう追った方がいいわ。さあ、元に戻った追跡能力、土ペロ。あ、戻ってきた。帰ったかなって思ったみたいだけど、いや、帰ってないんだな、これが。オッケー、ニアザいった。でかい。ね。こんな感じで、地下はもう台座だらけなんで、いてもしょうがないから。まあ、今、2発ね、入ったからもう、あれで十分だと思います。こっちは危険だからっていう、なんか、心理的な、ものはね、植えることができたから、多分遅延には繋がるんじゃないかなと。トラップ仕掛けてるね。オッケーオッケー。まだ今、まあまあ、今んとこ上々。こっちは大丈夫。で、足跡ね、ちょっと上がってる雰囲気が見られませんけど、来てないかね。ああ、ここね、注意しとこう。そこだ。おった。大丈夫、大丈夫。一発、オッケー、二発、二発、二発入った。でかい、でかい。パワー型にしてるから、レザーフェイスほどとはね、いきませんけど、レザーフェイスに近いぐらい今ダメージが入ったはず。いいよ。ここ取ろうか。あとちょいだね。あとちょいでレベル上がりそうだけど。やっぱ自分以外、うん、今気づいたけど、上げてないね、血。オッケー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 。おい、コニーコニー、よしよしよし。よしよしよし。
いいよいいよ、大丈夫大丈夫、でかいでかい。そこトラップあったはず確か。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、ナイスナイス。トラップにかかりたくないからっていうことで、よし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 、いけるいけるいける、そっちそっちそっち、ナンシタックルされた。オッケーオッケー、オッケー、一人やったナイス、オッケーオッケーオッケー、ダウンダウン、でかいねでかいね。でこれでじいちゃんに与えて血を、オッケーオッケー。ていうかヒッチハイカーね、血を取るなんか動作取ってたから、与えてくれてもよかったんだけどね。オッケー、これでまあ警報器発生したから逃げにくくなったよ。うん、どっちに逃げたかが分かるんで、ちょっと血やってよ。ほんとね最近誰も血をやんないんですよね。そうそう、かな、絶対やらないわけじゃないんだけど、めちゃんこ少なくなってる、血をあげる人が。あげてこそね、こっちが有利になるのに。まあ、結構何回も言ってますけど、オッケー、来た来た。そうだよ、早めにあげないと。これで、まあ、なかなか有利にはなりました。こっちはなんかまあ来てる雰囲気はないね。大丈夫そうかな、大丈夫そう。ここも大丈夫。いたいた。いや知らないよ知らないよと見せかけてサクサクっと、オッケーオッケーオッケー。あと一発二発。オッケー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 。あ、ダウンしねえか。HP 満タンだったかもね。じゃあ土ペロして、これ多分誰のだ。誰の？ジュリーノじゃないね。そういえばジョニーのローカライズ字幕ね、日本語になってますね。大半英語だったんだけど、いいぞ。オッケーオッケーオッケー、行って行って行って、こっち見とくから。うん、結構ローカライズ進んでるっぽいね。あー下行ったね、下大丈夫かな。うん大丈夫、ナイスナイス、二人目行った。ジュリー行け。うん、ジュリーが行ったっぽい。でさ、ジョニーもね、行ってますね。ジジイが今頃動けりゃ、すべてが終わってるって。だからそれだけ、ね、偉大な存在だったんですね。宗谷一家の中では。なんかさ、最終的にはさ、若かりし頃のジジイ参戦ってあったら、面白いんだけどね。そういったの来ないかね。このゲーム原作の脚本家のキム・ヘンケルさんと一緒に作ってるんで、それで生まれたのがジョニーとシシーだから、こういった形で、うん、なんか作ってもらえると嬉しいですかね。オッケーオッケー、いいよいいよ、逃がさんぞ逃がさんぞ。しゃがんでももう無意味よ、絶対バレるから。暗い場所だとね、わかりやすいからいいよね。やっぱね、昼間だとね、ちょっと見にくくなんね、足跡。今これうわぐねぐね動いてんね。今これ日陰だから、オッケー、いけいけいけ、やれるやれる、ナイスナイスナイス、オッケー、やった。
今ね、日陰だったから見やすかったけど、日が強いとこだとね、やっぱちょっと見にくいかんね。日が当たってるところでも見やすいように、ちょっと色合いね、調整してもらえるとありがたいんだけど、どうですかね。それとも俺の画面が明るすぎるからっていうのがあるのかもしれないんだけど。あと一人、あ、アジテーター持ってたわ。見て、ごっそり減ってる。まあ、これで1段階は上がる。オッケー。やっぱ脅威だね、アジテーター。 2.5 下げますから。まあ初期の頃に比べたらまだマシですけどね。初期やばかったもんね。4下げるんだよ。4下げるのはマジやばかった。あんだけ必死こいて地位上げたのに、一瞬にして無にキスから。OK で、残ってるのがダニーだから、ちょっとバルブ周りとヒューズ周りを警戒したい。オッケー。どっちだ。あれ、ちょっと待って、消えたんだけど足跡。え、消えたよ。ほら、草むらのとこでもその足跡の形跡、この黄色い煙みたいなのが出ないよ。あれ、これ有効じゃない、しゃがみ歩き。え、どうなってんだこれ、バグ。ほら、煙出ないもん、草むらのとこでも。見落としてる自分。足跡が消えた。いや、消えたってことはもうこの近くにいるってことなんだけど、いる気配もないもんね。あれ。これちゃんと元に戻ってるか、ちょっと疑惑ですねこれは。疑惑が出てしまったね。煙出てた。ジョニーの足跡の追跡の時って、その足元が光るのと、ジョニーのまあ腹ぐらいですかね、腹ぐらいの位置で黄色い煙が出るんですよ。で、それで草むらに隠れてた場合は黄色い煙を頼りにして追っていくって感じなんですけど、足元が見えないから。草むらのとこは出てなかったもんね、そういったの。おっと。おっとですね。まあいいや。優位に立ち回れてますから。まあまあ、多分自分がね、取り逃したんだと思います。で、多分下に来てるはずだから、こっからはちょっと下も見ていこうって思ったけども。誰がチェーンソー持ってきて。チェーンソー持ってきて。ジョニーだったら使えるって、あのチェーンソー。レザーフェイスほどではないと思うけど、チェーンソー持ってきてくれ。そっちか、上に行ったかと思ったけど。オッケー。終えてるよ。はい。ここのルートね、サバイバーにとっては有利だからね、結構使うんですよね。いいぞ。どっちだ。はい。こっちじゃない。あ、切れちゃった。どこだ。あった。あ、いた。いける。囲め。よいしょ。オッケー。
全員で下行こう。これはこれはいけるでしょう。こっちには来てないっぽいね。いや、こっち来てない。足跡なかった。あった。向こうだ、向こうだ、向こうだ。警報器。発動してる。回れ回り込めしんどいしんどい、チェンソーチェンソー、オッケー、いける、いける、いける。ああもうチェーンソーチェーンソー地下はね、そうだね、あのレザーフェイスいなかったら地下はサバイバーが有利になる。うん、だからレザーフェイスがいない場合はもう地下への速攻は絶対やっちゃいけませんね。時間を圧倒的に稼がれてしまうから。だからうん、レザーフェイスがいなかったら3人はまあ地上で張るっていうのがいいでしょうね。それかまあちょっと地下の奥深くまではいかないで手前まで行くぐらいにしとくとかね。うん、あだったね、こっちもう上行こうか。無理無理、そうしないと向こうがね、向こうに脱出されます。おった。さすがにもう無理だったか。じゃあ、とどめは私が。よいしょ。よいしょ。よくも逃げやがって、ダニー。はい、ということで本日は、昨日行われた最新アップデで人権を取り戻したジョニーを、使ってみたんですけど、以前とね、一緒のような形で、使うことができるようになっております。なので、ね、プレイヤーの方々はジョニーが来てもね、はぶらないであげてください。同じ家族なんで、受け入れてください。ただね、上級者向けのキャラではあるんで、初心者が使う場合はね、状況を見て使いやすいところで使うのがいいかもしれませんね。例えば夜マップとか足跡が見やすいから。あとね、一家の方にレザーフェイスがいなかった場合は、他のやっぱキャラクターだと火力不足がね、発生してしまうんで、どうしても。レザーフェイスがいなかった場合、自分が火力の主力になって、みんなを支援することで勝率をね、上げることのできるキャラでもあるんで、まあそういった使い方もするのも一つの選択肢だと思います。ということで本日はね、ここまでとさせていただきます。またね、よかったらね、動画上がった際はぜひとも見てやってください。それでは、島津のテキサスチェンソーになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。